ました、ゼロ得点、いきなり、すいません、またちょっとギリギリで。じゃあいきますか、タイトルコール、はい、せーの、ゼロ得はいはい、毎回あれ大丈夫、機嫌悪くない？ちょっと呼ばれてるんだよ、僕は。はい、あの結構みんなベロベロだから。危ない危ない、結構危ないよ、危ないよ。大概嘘したんやねどういうことやねん、今日アンジュ来る？アンジュ、多分後で来る、後で来る。あと、ハルト君も後で来る。10円部屋10円部屋って何？10円部屋って何？分かんない。大丈夫、今日みつけめっちゃ喋ってくるんですよ。とりあえず満員、みつけまだいたんだみたいな始まりました。そう、おろい、みつけへんよそうなんですよね。今回ちょっとまあいろいろ過去にこう遡っていろいろやったんですけど、今日ね、これからゼロを支えていくちょっとね、はい、新生のね、じゃあみつき、かもうさとめいかもうさん、はい、なんでちょっといろいろね、前回出てからのちょっとまた違うんで、成長した姿をこう見てる方にね、見てくれたらいいかなと思うんですけど、どうでしょう最近のゼロは、みつき。いやー、そうですね、人も増えたしね、活気もあると思うんで。みつき、なんでいるのいるいる、クラゲって何、クラゲって俺の髪型にクラゲみたいらしい目、顔ちっちゃいな。だと毎回作るのやめよう、うん、やめよう、もうやめよう、大変なんだよ。久しぶりー、ありがとう。だってみつきも5回ぐらい、4回、4回目ですね。め俺2回目だいやだからあんま呼ばれないんですけど、いや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 、うまーく逃げてるから、うまーく逃げてるから。あかん、終わったの大体潰れてるんで、僕大体潰れてるね、大体大体おっさんみたいな感じ、カーッて。それはそれはそれは、まあ、大丈夫。まあそれで頑張ってるからね。で、どうメイ、おそろおそろ、久々の、はい、そうそう、いやー、なんか久しぶり、このなんか空間楽しいですね、僕は。はい、あの服かぶったって、いろいろ入った瞬間、場所変わったんですね。変わるよ、もう、はい、だって今年の1月からやってるからね、ゼロトーク。あ、もうそんなにっすか。もう10ヶ月目だよ。なのに1回目。僕は家でちゃんとコメントするんで、僕こっち派なんだよ。こちらでもうすぐ1年、本当ありがとうございます、1年間ってね、まあね、1年でやめようかな、もう、ゼロとかは。大変、もう大変。じゃあ、これからじゃあ、2人で。いやいや、それは1年で終わります、3日で終わります、3日で終わります。新書持つか分かんないって。何トークするの？ゲームの話聞く。なるほどね。ちょっと若いな、俺。お疲れです。いつもよし、ありがとう、イエーイ。いい感じに酔ったね。あー、酔ったね。酔いましたっけ。ほんと酔った、社長がね。そうっすね、毎度毎度社長っすね。社長すげえな、あの人やばい、えぐい、確かにね、鬼畜っすね。いや、俺の方が鬼畜だからね、マジで。まああるんですよ、それは。まあいろいろあります。まあね、まあそう、代表だから、まああれで、まあ守っていかなきゃいけないしっていうのも、みつき4回出ても喋んねえし、喋れませんね。4回出て喋れない。でもね、多分幹部でね、多分出てないのって言ったら多分大輝じゃない。大輝さーん、大輝、大輝は多分次の次か、どっちか、次、来週か、再来週か。あ、どっちかに主任の会で。あ、そうなんですか。大輝多分2回、大輝も2回だよ。2回、あ、やべ、3回かな。おそろコーデ大喜10回だよ。やばい、大空、空も最近シンもすごいですね結構出てるね。一世が4回ぐらい。
4回あ、ユイガも結構出てるおおおおおおやばい、コメント面白いこれコメントがすごいなにコメントなにちゃんおう、ゼロのミスター鬼畜誰ミツキなんでやねんいやいやいや優しいって思うんですよ誰だよね、本当ミツキってますねでも結構あれだねミツキとかメイとか結構コメント多いねないっすよ、僕あんまチェックしかないんですよ代表とお揃いみたいなお揃いもうチェックした方がいいよいろいろ大変だからやっぱすいません、いつも僕のせいではいあ、今日メイあるじゃん、コメントなんすかクラゲってなんですかクラゲって俺の髪型やねん、それ確実にそうクラゲメアにしかメイ久しぶりイケメンだなてんてんてんで、クラゲに入ってる次クラゲ推しクラゲ推しクラゲ推しなんだよまあ今日はあの官房補佐の回なんでちょっとねまあ本当はね、ゆずきもいたんだけどねあれゆずきはね、昇格したからゆずき昇格しましたねカボーサが今月からちょっと主任の方にはいうまそうですねね、一番ノリに乗ってるじゃないうん、確かにそうですね通称ミスターノリバタってノリバがそれ言うたらいや、いいっすよ、いいっすよまあ負けたんで、なんとも言えないですけどまあ今日はちょっと飲んでいこうかじゃあ行きましょう多分ね、ここ飲まないと喋れないと思うそうですねいいね大丈夫潰れるよあれ、これ、生放送吐くかもしれないからモザイク入れてください、ここら辺ああ、そうだね今日は基本ながらコメント拾いながら行こう行きましょう行きましょうだからコメントして、もっと、はいはい、今日3人、うん、どうだろうね分かんない大変なんすよ、いろいろ初回で内筋にクラゲつけてって言われたら分かるかな分かるよ俺の髪型やするあ、ケヤキいや、違ういやいやいやまあでもね、今従業員もね、増えてね多分当時と比べたら全然でしょそうっすね、今30ぐらいだって今年の1月とか営業ちょうどあのインフルエンザが流行って7人ぐらいで営業したからねおーすいませんその中で俺も休んだ。休んだでしょ。休みました。俺だけ風邪ひかなかった。親父か俺は。予防接種して普通に。第2週第2週打ったのにかからなかったっていう。生まれ持ってのものがあるんですよね。そうそう顔でかいからバカやろ。イエーイ顔でかいイエーイでかいイエーイ。あんたなぜか俺今日飲みながらスタッフ。あれあれ。じゃあちょっとね、これからちょっと育てていくためにちょっとじゃあはいなんすかメイがコメントをいじってコメント、まず、はい、じゃあ一番最初からじゃじゃんうーん何しようかなすいません、新しいのになってますねあ、そうそう、どん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 アップされるからマジか、代表、さすが何がそれだけやんクラゲこっち向いて今日ゆるい感じこのメンツに何もコメントすることでもかっこいいなこのツーショットメイとほら、ミツキあ、たぶんあっちのカメラ俺入んない方がいいもんじゃあちょっと、じゃあ今からちょっとチューしまって、2人でマジでいいかもちょっとチューしまってずっとチューしちゃうよなんか羨ましいムカつくマジで何これ困ってる顔わらわら顔誰が甘い気暇やうるせえわねえ、ねえ、ほんとジャニーズだねなんかあのキスマイにいそうああいいっすねすごいキスマイいそうミツキはね、なんかカトゥーンにいそうカトゥーンカトゥーン最近ね、ちょっとね、いろいろ大変だけどカトゥーンそうだねいろいろ大変だけどね、結構やばいけどどうだろうねじゃあ逆にじゃあ今回、こういう官房さんの回なんでちょっと出てない画面に出てないけどということでじゃあ今後クラブゼロをどうしていきたいかいろいろ考えてるんで、はい、
寝ないで頑張ってるんですよ、はい、こういうのパソコンでこうやってやってるか、俺はずっと似合わないですよね。え想像できないんですよ。そうそう、まあエッチなやつ見ながら。うわー、急に急に急に、あれよ、コメントいっぱい甘い毛、顔がうるさい、やかましいよ、おかしいよ、おさまらんね、こんないじられる代表たまにやむわ、はいはい、じゃあどうしていきたい、美月、はい、今後のゼロだってね、あの看護さんになってからの後輩もいっぱいできたじゃん、はい、まあ長いしね、ここはそうですね痛い、なんだかんだ言ってね、 DV 予想、 DV 予想、なんだかんだ言ってこうやってくれるんですよ、助かってますどう美月、ちょっとどうしていきたい。そうですね、まああのまあゼロ、まあ入って2年近いんですけど、まあちょっと店の、まあ、代表、久々になってからちょっと店の雰囲気も変わったし、なんかいいね、それはいや本当に、なんか そしてなんか新しい感じ、いや若干寒くないですよ若干寒くでもなんかね、新しい子も増えてなんかすごい活気がある店だなってなんか最近思って、最近下の子結構イケイケだよね、イケイケが多いかなと。でもイケイケだって幹部を抜いてラストンとか結構あるよね。まあでもこっちはもうね、悔しい思いしながらお互いこう切磋琢磨し合って、まあ売り上げ上げる。ああ、真面目だね。真面目ですね。飲んでもいいか。グイ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 、よしグイグイ、はい、ああ、なるほどね。まあいいことだけどね。はい、何言ってもダメよ。やべえ、緊張するこれ。あの基本的に俺スルーしてるから、あんまイケてならスルーしてるじゃあどう、あの名看護さん。なんですかね、まあ、僕はあの、まあ、看護師さんになれたも僕は奇跡なんで、もともと僕はそうですね、あの自由人なんで、まあ、マイペースながら、まあ、いいお店に出会えて、まあ、歌舞伎町、まあ、今180店舗の中、ゼロというお店に出会えて、本当に、なるほどね、まあ、赤チェックも恐れだし、まあ、恐れディズニーだし、パンツも一緒じゃないで、ちょっとみんな一緒だ、見つけがちょっとでかいかも。いや、やたらでかいっすね。装飾しちゃいないよ、やめてそう、そうですね、まあ、本当ゼロは楽しいお店なんで、うん、いやなんかいいね、そう言ってもらったら ね、うん、やっぱ狙いでやってる甲斐あるわ1月とか俺マジで体重59キロだから、やばいっすね。今何キロですか。あの年末の話したらまた言われるけど40万円の件があったから今は多分結構今飲みすぎ、やっぱアンジュも太ったじゃん。ああ、そうっす、アンちゃんもそうっすね。ハルト君も意外と太ってんね。あ、そうなの。実は見すぎなんですよ、やっぱおっさんだから。あ、結構やばいよ、俺もほらやばいっすよ、やばいやばい。でもそういうの頑張ってる証拠かなと。やっぱ上から見せていかなきゃ下ついてこないしね。あ、確かに。まあ今ちょっとゆとり世代もあるけどね。まあでもこれからね、ちょっと美月太ってる。いや、太りましたね太りました。あ、だから甘い系ちゃうわ、お前甘い系あれや、悪意しかねえな、これ。大体わかるぞ大体わかるぞ、あれは。あれはあれ100均なんすか。え、100均なんすか。え、違うよ、ドンキーで999円まあでもね、そう言ってもらえて、でもね、メイとかはね、意外とね、人付き合い下手くそだけど、でも相手のことを考えてちゃんと行動してるっていうのが、まあね、席のヘルプでもそうですし、下の子を考えてっていうのはわかるかな。みつきはね、あのフードファイターだから。いやフード、フードの匂いでこれ全部、はい、絶対来るこれ。でもその中飲んでるもんね、お酒は。もしかして食ってますよ結構食ってのあるかな、はい、でも結構今どう、あの個人的に見て、みつきが見て、はいはい、あ、こいつ今すげえ来そうだなって、ちょっと今後自分のライバルになりそうだってやついるでしょ。マコですね。おう、あー、完全にそうですね。え、マコ、はい、メイは。俺マコですね、今本当に怖いのは。マコ、まあサツキとかここからです。あー、サツキのね、マコね、今結構これだからね。そうですね。まああと リオンってね、やっぱ同級生のことは。あー、あ、リオンか。うん、あー、リオンはいいや。リオンか。でもね、今日とかね、終わって集めて、はい、すごい下の子に対して熱く語ってたからね、ああ、ちゃんとやってんだなって思ったけど。しっかりしますからね。しっかりしてるけど、でも口は達者だからやってます、そこが。いやいや、あれっすよ、
嬉しい。あ、でもそこがね、またリオンのいいとこなんだ。リオンね、いいやつだからね。いや、俺もリオンいいやつ。いや、うち多分結構の楽しみなやつがすげえ多いけど。ああ、とどう、新しく入ったことキャラが濃いっすね。一人一人キャラ濃すぎて面白いっすね。なんか被ってる人ってあんまりいないっすよね。多分ね、うん、俺多分あの総合的に見たらね、みんなキャラ濃いよ。濃いっすね。あの癖しかない。いやいや、もちろん癖もあるし、癖も多分俺も癖あるあります。内向もあるし、はい、ね、春とかもあるし、あってもそれがいいんですよね、きっとね。多分それがバランス取れてるの。取れてますよね、逆に。だってシェフ、ご飯作るチーフが一番癖あるから。チーフ問題です。チーフだ。チーフ好きっすよ、なんか。男臭いとか。いや、超熱いからね。そうそう、熱い男大好き。熱い男っすよ。昨日とか超、なんか30行ぐらいで来たからね、俺。マジっすか。ラインっていうか、あからけなんだけど。ナブ。いやまあ、したら一斉はね、それ5回来たって。おぉ。いや、まあそれを多分従業員に対して熱く語ってんだなっていうのが分かるから。うん、まああとね、表現の仕方がみんな下手くそっていう。ああ。確かに。ほんとそう。そうそう、下手くそだもん。え、俺っすか。え、俺メイ結構下手くそだよ。結構俺、言ったこと言いますよ、結構。思ってること結構。あ、確かに。メイすごいっすな、俺ね。うん。まあ結構俺、ここからその心だからしグイ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 よしグイ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 よしグイ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 よしグイ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 よしグイグイグイ。まあそういうことなんですよ。なるほどね。ああ、なんかコメントありますね。そうですね。どう、あの、みつけ、あのコメントあったらすぐ言っていいよ、絶対。コメントっすか。俺今日 MC しないから。やらしてください。いや、ちょっとやばい、やばいです、やばいです、それは。いや、そこはね、しなくて、やっぱね、やっぱこう、はい、俺でもできるんだよって、こう、あれを見たいじゃん。俺 MC だったらごっちゃごちゃっすよ、やったら。え MC でもやったら、もうほんとごっちゃごちゃなっちゃう。いや、MC だね、コメント、バックバックいっちゃうの。バックバックいっちゃうの。だから、甘い気うるさいな。もうアドレス見たら分かるぞ、タイガー。え、そうなのか、分かるんですか。分かる、分かる、めっちゃ気が出てるから。すげえ、大抵ね、同じやつ書いてるから。あー、だいぶ人気っすね。すげえな、これ。なるほどね。でもどうだろうね、あのこれからのゼロの発展とともに、あのまあグループも発展して、まあヒーローからレリーね、出て、まああのまあ、ゼロかはね、あの、はい、フランチャイズで1も出て、フランチャイズそういうのあるかもしれないからね。ゼロは落ちてくる、まあ、落ちてないよ、上がってるよ、今上がってるよ。あなた来てないでしょ、それ。絶対来てない、こういうのは絶対来てない。来てください。だから甘い系、ほんと甘い系捨てー。甘い系、こいつ甘い系会いたい。頑張ったよ、声枯れてるわ。ピーマンお前、わかるぞ、コメント、そいつ。唯一ね、結構クビ数多いけどね、あの唯一一人だけ言うの、ピーマっていうやつが。大体わかる。大体わかる。あのね、酒飲んだらね、狂変するやつ。え、誰だろう。はい、じゃあ行きましょう。わぁ、何となくわかると思う。まあ、これ寝ないで作ったやつですよね。そう、結構あるよ。まぁ、あ、ちょっとそれで、あの前回から引き続きちょっとね、CM 作ろうと思ってね。あ、はい、ずっと考えてたの、あの御三家で、はい、お、あの、あんちゃんにも聞いて、はるかにも聞いて、で今日ちょっと聞いたら、あ、考えたって言ったら、あ、すいません、考えてないです。まあ忙しいからね。で俺結構すごい昨日考えたらすごい。やっぱなんか進撃の巨人かと思ってた。あ、進撃の巨人。まあ今流行ってますからね。だからあのイメージとしては、あのハルトさん、まあ、ハルト君が、あの50メートル級で、でかいでかい。一番でかい。新田奥義が6メートル。飛行士、飛行士、飛行士。この一番低い3メートル級。3メートル級しましょう。でチーフはちょっと太ってるやつで、なんか加えてる。考えてたんだけどね、なかなかね、いかない。だってここやったとしてもイケメンだからムカつくもん。やったー、マジっすか。でもやりたいっすよ、なんか進撃大好きなの。あ、すいません、真面目なコメントしてください、ほんと。
真面目すぎた。真面目すぎました。それはコメント300円。ハロウィン何するんですか。ハロウィン何するんですか。あ、そう。あ、じゃあハロウィン。じゃあハロウィンの告知をじゃあ。いや全然俺飲みたくない。じゃあ10月の告知をちょっと言ってもらっていいかな。10月告知。はい。やっぱカムカリいっぱい話してるからね。はいはい。まず今月。はいはい。まあ19日。はい。まあクラブゼロ本店代表誕生日。はい。おめでとうございます。33歳になります。騙されたあ、18歳だったあー、そうですねまあ、リアルだからねあー、そうですねで、その次の日は次ははいその次の日は20日ゼロ20日俺を見るな、カメラ見ろ19ですよ、あ、20日ですよね10月20日は、春主任の昇格祭かなあーね、ありますねやばいよ、今、春はい、やばいそうですね春ってこうだから今すごいですねいやでもそこがまたなんかクソジジイじゃねえかクソジジイじゃねえかでもいいわ35超えたらあ悪意しかない悪意しかない乗られた悪意しかないわ将来終わってる将来終わってる大丈夫貯蓄はあるよまあね20日春の小学生あってはいはいでプラス27日はハロウィンハロウィンがありますね、はい大変ですよ、ハロウィン、はい、いや、楽しいね、まあ、1年に1回なんで、ハロウィン、まあ嫌な、嫌な思い出しかないもんまあ、そうですね顔を脱いだくって、お客さんに使われたりましたもんねいや、一昨年あ、いないか、はい、一昨年、ハロウィンでこう、何お客さんをあのね、ワンピースのフルックやったのやばいっすね顔をすごい脱いだくって当時、あの、おしろいもなくて、はいはい、分かんなくて絵の具でやったのそしたらね、時間が経つれば経つほどねあの、顔の水分が全部絵の具を吸い取って、はい、カピカピなんですよそれでお客さんの下に迎え行ったらあの、ほんと気持ち悪いから無理って言ってね3組帰ったから下に迎えただけでほんとそれでね、嫌な思いしかしなかったっていうエピソードもあってでも去年はあの、1位取ったからあ、そうですね良かった、ほんとどうですか、バカ殿で1位取ったんですか去年2日あって、今年は1日かなな何決めるんですかいやまだ決めてないそれはやっぱでもねあの、はるとくんもネットでね注文して買ったらしい早いっすね準備早いっすね早い早い僕はぶつけ何か聞きましたすごいなあ何か聞きましたあのその話が被んなければいいなってその以降の話も聞いたいや聞いた聞いたちょっと次にちょっと話してみてやっぱ気になるから絶対絶対気になるから大丈夫俺怒られちゃうんで大丈夫いや多分それ多分やらないと思うよ多分あそうなんですか絶対まあ、金と眉毛こういう感じですそうそう、あ、ワンピースの、はい、サムだっけなんだっけゲイ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 コメントがすごい面白くて面白いすんごい面白いでもあのハルト君3時今やるんだけどでもネットで注文して、はい、まあお金も払って、はいはい、届いたのそしたらサイズが合わなくてピチピチなんですよなんかレディースサイズだったハルト君、まあ、身長も高いし長いから一回来てみたらしい、はいはい、そしたら研修で発生しそうで袖こんくらいすぎて七分だけ結構やばいよあれまあでもねまあこれ言っちゃったからね多分何やか分かんないそうですね変わるかもしれないですね、はい、もしかしたらまた、ね、多分うちのハロウィンは多分すごいからねそうですねクオリティがすごい高いですよねクオリティ高い去年とかもすごかったですよねクオリティがこれ高いよ高いっすねもう決まってんの見つけよいやおそれはちょっと決まってませんまだ、うん、この顔は決まってます多分大体分かんないメイはいや俺何も考えないんですよ今年はちょっと被らないようにカニとりあえずカニとかですカニまあハニカミ行こうよハニカミグイ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 飲むけどグイ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 飲めるけどグイ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 飲まんすけどせーの浅唾はいじゃあ行きましょうかすいませんね本当苦笑いありがとうございますまあ、ちなみにね、この辺が朝唾の撮影があってそうです、ね、お店の方に、はいはい、で、明日は日テレですからね、お店の方に入るああ、すごいですね多分、くだりで、婚活のやつで、ね、あそうそうそう婚活の
会長の、あの、はい、あれで、はい、あれで、あの兵庫県の加西市って言ってね、また言ったらね、どうせ天地結婚してるんで、ね、前回書かれてね、戸籍謄本取ってやるわって言ったら、ね、ちなみにね、もう言ったから俺もあれ、今日まあ時間かかるから、あマジで。でもね、浅草からの、いや、結構すごいよ。すごいっすね。おい、見たさ、会いたかったもん。いや、確かに。ちょっと今、見てみたいっすね。声量の集まりだ。え、なんでいいっす。声量の集まり。どういうことやろ。ほんと、ちょっと、お前、表出ろや。ノリノリ。ノリノリちゃう、酔っ払ってるわ。米しかと会長に言いつけたよ。いいよ、よろしくも。酔ってないよ。浅草の真似して、せーん。あーゲイゲイ具体の粒子を立て立てこれひどくない？やばいやばい三連チャンで来たよ三連チャンで来たよ全国に子供いるんですか全国で全国子供いるんですか世界だよバツ48世界だよバツ48なるほどねまあでもね、ハロウィンねちょっと楽しみにしてもらえたらあとお客様ね、ハロウィンの格好をつけようと特典をつけようとおぉえ、なんすか次の幹部会で話そうってことあ、そうっすね何がいいと思う？いや、なんすかね、特典ここだけのうんあった方が絶対いいかなっていう特典ですかどういう、例えばそういう何でもいいよ何でもいい何でもいいよお金関係だったら俺ただ自腹だからタワー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 お願いしますタワーねタワー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 無料タワー無料9000円1人タワー無料みたいな大丈夫カムがあの1枚ずつ引いてくれてる9円がひどくよ俺マジでそれはきついっすねすいませんそれやめてください今日ブーツかっこいいねいやですよ肩ばかんですけど嬉しいっすねまあ特典何かあったらね何がいいんだろうねタワー無料それはダメだ顔面クオリティ何がいいのかねハロウィン例えばみんなの幹部の写真の集合写真わあそういう、ね、撮るとかあそういう系みんなでチェックかなんかメイがこれあげるとかえ嘘でしょ俺全然あげるよ全然安いああかわいいかわいい世界のブランドユニクロですからああいいっすねユニクロなんすかこれどうしたんですかそうなんで買いましたまあね、ちょっと考えておきます、それはいええええええけどあれだね、酔っ払ってきた俺喋らないですかそうっすまたいや、みつきがね、さっきあ、そうだよ全然だよじゃあ一旦ね、ちょっと次回の方もなったんで、一旦 CM 行きましょうか、じゃあ。ね、じゃあ、みつきじゃあ CM の方にして。なんて言うんですか？うん、任せる。じゃあ、この後もお見逃しなく。新コーナー、アマチに
何でも聞いて、イエイ。いやー、来ました来ました。コメントの方をね、はい、一人です一人です、もう一人ですコメントなんか言ってくれたらジャンジャン答えるんで、うん、ね、今ちょっと入ってきたみんな入ってるから、ちょっと今日はなんだろうね、何がいい、何がいいですかね。何でも言ってくれた。アマシさん頑張ってる、うん、頑張ってるよ、すごい頑張ってる。なんか質問をこう言ってくれたら全然答えるんで、何でもいいっすよ。何、嘘、そのメガネどこで買ったの、さっき言ったじゃん、それドンキーだよね、どうするんだよ。どうしたら聞かせるの。あ、まあ、ガヤ、ガヤ、うるさい、ガヤ。まあ結構こう、今日観覧の方が結構多いんでどんな人がタイプなの。うるさいな。あ、トラディション、トラディションよりリシャルがいいな、俺は。うん、トラディション、うん、どんな人、どんな人と結婚したい。まあ思いやりある人ですかね、そこは。うん、あ、いらない、こういうの結構困るよ、これはい、行きましょう、じゃんじゃん行きましょう。 NG も OK よ、うん、甘い系、甘い系じゃないから、うん、全然違う。うん、ガイア、誰や、わかんない。あ、担当ナンバーに入れるには いくら使えばいい。あー、どうだろうな、ナンバー10まで結構すごいからね。まあちょっとね、まあクリスタルあたり、まあここに書いてるトラディションあたり行ってからのあれかな。うん、観覧のガヤ、ナンバー入れるのはタイミングを感じ、確かに。まあイベントとか、例えば平日とかね、このまあ今月も結構あったからね、いきなりに。うちちょっと違うから、はいはい、あ、いたの。来ました、今来ました勝手に一人のコーナー作ってた完全にやってた今ただいま。ナンバー10で200ぐらい、ね、もっとあるよそうやってこうグループ本店だからね、はい、そこはね。あ、みつきお帰り。好きなお酒はブランデーですブランデーです、はいはいはい、はい、行きましょう、じゃんじゃん行きましょう、じゃんじゃん。久志さんが可愛いと思う後輩はどんな後輩。お、気になる、すごい気になります、これ。うーん、結構まあ自分の意思を持ってて流されない人かな、そこは。あ、ちゃんとちゃんと自分のガンも強く言えて、ちゃんとこう反論してくれるっていうのが一番大好き、俺はね。うん、ああそうそう、これいいね。782番の、はい、まあ、まあここグループ本店だからね、はい、じゃあ行きましょう、次。はい、行きましょう。みつきとめい好きだよ。あ、違う、好きじゃない。アウト、なんでアウト。みつきアウト、何がアウト。まあゼロで、あ、みっちゃんお帰りなさい。あまち貯金はいくら。結構あるよ、はい、ビル買ったから福岡で。知らない。で、ゼロで一番高いお酒は、ロマネコンティ、自家自家ですね、分かりません、本当に。あ、多分ね、はい、在庫で2本ある、2本ある。じゃあ行きましょう。尊敬する先輩ホストは。おお、まあここやっぱ翔さんですかね、翔社長。ずるいずるいずるい。いや、自分の直営の。そうですね、そうですね。でもやっぱり、まあ翔社長よりは会長ですかね、ここは。あ、うん、これですいや、ゼロ本店なんで。おお、あんまーやばいじゃん来ました。もう明日ね、午後から午前中ですよ。午前中から撮影だけど、俺午後から撮影だ。やばいやばいっすね。でも来てくれよ。はい、じゃあ行きましょう。本当やるね。あ、赤チェックお帰り実家。あ、こいつはかっこいいなと思う他店のホスト。他店、他店のホストって書いてある。他店なんですか。いや、俺他店よりかはやっぱうちの店の方が大事なんで。あ、じゃあこう聞こうか、じゃあ逆に。ん、従業員、ゼロの中で、はい、誰が一番かっこいいか。おお、じゃあ、メイカー、メイカー行こう、メイカー行こう。え、総合的な感じですか。そうそうそう。いや、僕、いや、リアル顔だけ、ね、顔だけで、ね、僕、ハルトさん、ハルトさん。なんでやね俺、ねえ。えぇ、ー、そうメイカーかっこよすぎ。長い子邪魔。長い子邪魔ですよ。深い子邪魔だね。逆にみつきとかないの。みつき誰。俺っすか。かっこいいと思う人っすよね。うずきさんってな。
オッケー、完全にそうですね。俺かっこいい誰だろうな。しないわ俺。何が進撃の主張人じゃない。誰が進撃の主張人。俺かっこいいと思うならね、ガチで言っていい。どれガチで言っていい。ソラ。おー、確かに正統派っすもんね。ゲイ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 。まあいいよ大丈夫。くそーくそー。しかも赤対 VS 黒。赤対 VS 黒。いいね。今一番かっこいいよ。そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ見てるよ。うん。翔さんはね、まあ安定のイケメンなんでね。キラ。キラ。キラって何？キラかっこいい。え、なんて？え、キラキラ。え、キラとか、キラ。え、キラって入ってる。え、まあこっち出てる。あ、そうだね。いや、久しぶりに入ってるぞ。やばいぞ、俺2回目。ハルトゼロの CM で進撃の巨人やらねえよ。やらねえよ。これはめっちゃあの福岡弁ですね。博多弁ですこれ。博多の子だねこれね。まあさっきからね、いろいろとね、これからゼロどうしていくかっていう話もしてる。え、目立つのは日本一でしょ。イケメン日本一でしょゼロは。ね。ちょっと怒ってる。まあ確かにね。だよ。キュラと同じなんだね。メイニャン。見てる人見てるのちゃんとね。2回目なのに。これでわかるんだ。メイ2回目だね。2回目でわかるって。クマモンはクマモンだよ。いや確かにこれ見たらあれだね。赤対黒だね。そうっすね。完全に。そう。ハープ？完全に。うん、コメントもっとしてコメント。うん。先週はすごかったね。1380か。カミカミっすね。あのね、本当にね、今日ね、みんな酔っ払ってんの今日。やばいっすよ、今日やべえっす。いや、やばいよ。社長か、本当。社長のせいで。まあね、なりますよ。まあまあ、まあ、なるほどね。ウィスキーも飲んで。ウィスキーお酒飲むらしいんで。じゃあ、ここで行きますか、じゃあ。はい、久々に。この4人の、揃うことってあんまないと思うから。そう。いきますか、じゃあ恒例のアンケートタイム。何アンケートどうでしょうか、アンケートはいもうはい。あの、焼きそばがうまく作る。あ、それもいいですね、シンプルで。僕の責任なんですいません、本当に。何がいいかな。あ、大変は明日初回で来るらしいですよ。おぉ、さっきからずっと甘い系しかない。甘い系ないですかね。何でもいいや。甘い系ですか。何がいい？アンケート。アンケートだ。アンケート、アンケート。アンケート。出て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 。顔に出てないけど体に出てくる。ええ。リスキー絡んでんだ。あ、いいっす、いいっす。またデブで書かれるから。何がいい？やめてくれよ。リスキーちょっと最近ちょっとどう？何がいいかな？ダメ。なんかないシチュエーション。刺激の巨人の敵人はミスです。いや、おかしいでしょ。じゃあ、進撃の巨人の、50メートル級は誰だ。三上じゃないですか。いや、わかんないですね、これね。はい、50メートル級は誰だ。今でしょ。ちょっと野放しにしといてみよう。野放しにしといて。甘いけ大好き。デブデブ俺。そう、何がいいかな。何がいいですかね。あ、じゃあ、わかった。はい、じゃこの4人の中で、お、一発芸を見たいっていうのは誰か。はい、3秒いきましょう。アンケートいきましょう、アンケート。じゃあちょっとこう、アンケートの。まあ、ちなみにメイは今日2回目だから。はい、まだそういうことですか。どうでしょう。これちょっといいかもね、久々に。最近あんまアンケートやってなかったもん、ね、正直。なんだろうね。誰が滝川クリステルのモノマネが上手いとかね。いや全然わかんない。難しい。おもてなし。はい、おもてなし。やばい、怖い。はい、みつき違う、いや、まだ何言うか言うの。みつき倍返しだ。どうですか。おいっす。昨日なんか俺すごいの見たんだけど、 LINE のおもてなしのちょっとすごい見て、俺見せてあげるで。
LINE をシカトするやつは誰だ。今でしょ既読無視、いつ返すか、今でしょ倍返しだ。グイ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 ロボット、ロボット、レストラン、ロボット、レストラン、レストラン、あ、待った、待ってください。いや、ちょっとじゃあ、いや、俺ら結構飲んでるよね。いや、だいぶ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 、おもてなしがうまい人。おっ、なんだ、おもてなしがうまいのは、みつき。なんもないですか。全部俺に振りますね。全部振りますね。今日はみつきででしょ。みつき、どまい。いってらっしゃい。手作りです。みつきなんか穴開いてるよ。いやいや、穴開いてないですよ。何、新品ですよ。何言ってんすか。あー、面白い。おもてなし全力やろうか、みたいな。おぉ、全力やろうか。なるほどね。あ、出ましたか。一発芸、一発芸、どめない人がやろう。あ、してほしい人。はいはい。おぉ、ドミノスですよね。はい、じゃあそんな代表の一発目まで、3、2、1、はいよ。な、何がいい。何でもいいですよ。何がいい、何がいいですか、あるんですか。何がいい、何でもいいよ。18番でいいです。18番です。俺がマイク下手くそって全部してるでしょ。全部してるでしょ。18番全部してるでしょ。18番お願いします。あ、じゃあ今日ちょっとやって面白かった、なんかヘルプでやって面白かった子1個あんの。はい、いいです、それお願いします。じゃあ、じゃあちょっと3秒前から今日、今日のヘルプで受けた3秒前。はい、3、2、1、はいよ。浅沼はい、コメントコメントちょうだい。大丈夫、すいません、もうコール出したんです。やってみてください。え、コメントも入んないんで。目が出るわ、目が出るわ。じゃあ俺拾うわ、俺拾うわ。あっちやった、どこ、あっちやった。地震起こったって聞いた。地震起こった。俺もう喋んない。もう無理、今のが地震起こった。 MC 放棄。じゃあね、じゃあなんだ、じゃあ第2弾アンケートいこう。久しぶりのアンケートなんで、じゃあコモネチか、メガネ、コモネチしかできないのか。ダメだな、知ってるじゃん、ダメだな、俺が。まあ、すべて仕方ないね、死んだ。なんで、逆になんかね、こういうアンケートそうしてたらあればなんか、欲しいね。そうですね、こっち側からこう、欲しいですね。いや、すべてないよ。アマチョーコ。怒ってんじゃん。やばいやばい、アマチョーコって書いてある。あのね、そんな怒んねえよ、俺は。大変怒ったら怖いんでね、一番怖いんで。マジっすか。ミーくん、おやすみって。おやすみ。寝てるんすよ。ミーくん、飲みなさい。はい、寝ます。おはよう。ミーくん、破けてないんですよ、この辺。こういうデザインなんすけど。指通せんすよ、これ。あ、そうなの。はい、じゃあ、行きますか、じゃあ。じゃあ、じゃあ、一旦 CM の後で、何しますか。ピーマン。ピーマン。ピーマン誰か。みんなのアップ画像いきますか、それに。あ、じゃあ今日はね、官房佐藤、ダイソー代表と総社員がいるんで。髪髪。アマチ怒りそうにない。ぴょぴょんって来てる。ぴょぴょん。バカにせえよ。バカにせえよ。代表は絶対バカにしますよ。代表優しいんだね。ハンザーなりきれない人、それがあんま知ってる。よくわかんないね、もう100倍返しな。あんまちゃん、はい、じゃあ、じゃあ一旦 CM の方行ってアンケート考えてきます。はい、一旦 CM どうぞ。よし、よしけんリンガ。
はい、すいません、すいません。ちょっとおトイレタイムがあったので。ゼロ CM できたんですよね、ついに。ゼロ CM。撮影したんで、先週。撮影しなかった。なんだっけ、あれ。あ、オープニングのやつを撮ったんですよ、御三家で。御三家御三家って。御三家、最近流行るの。代表と代行と俺で。お、結構出来上がり半端に楽しみにしてください。本当にオープニング撮ったんですよ。1分ぐらいですけど、ワンショットですけど撮ったんで。ほんまにほんまに。ほんまに目は出てないけど。俺知らないから初めて来ましたけど。でも嬉しい、なんかね、目が出てくるとか。2回目だけど。久しぶりです。ほんと2回目なのね。はい、2回目です。なんかほんとに。前行った時、誰もいなかったんですよ。リオンと2人だけでどうしようみたいな。今日も2人じゃん。大丈夫、2人が好きみたいなね。銀ちゃん、いつもほら、目が出てきた2人だから、目がこう、ね、目が結構人見知りなんで、こう見えてイケメンの人見知りっていうの。ゼロ一のイケメン。ねえ、そのなんか本当に今日酔っぱらってるんで、顔赤いんで目を酔わしてください、ゼロで。皆さんそうでしょ。はい、目拾って。何？オープニング変わるんだ。よかったの？何のコメントかな？エンディングは変わりますね。天地さん、何？天地さん、秋の人はよくわかんない。茨城が大変なことになってる。え、そうなの？え、ガチシングルなの？いや、わかんないですよね。茨城出身なんで、僕宮城なんで。代表！なんか、ガチ自信らしいんで、代表。危ない。さっきの代表の一発芸が滑ったじゃなくて、自信なんで。代表で一発芸すると、自信が持ってくるみたいな。危ない。危ない。通してる。しょうがないな、ほんと。おー、アンサー。大悟、押さえてよ。アンサー。いや、どうしたの？酔ってんの？どうしたの？酔ってんの？酔ってんの？飲んでんの？飲んでんの？やばい、やばい。やべえ、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 やべチョコエナ。え、ほんとに？ガチ読んだし。代表はなんか、小町写真が震度4らしいっすよ。はい、じゃあ行きましょうか、じゃあ。小町さん。あのね、小町さん。朝ズバって。いや、朝ズバ。小町さんのやば。うん、全然ね、滑って。ですよね。間違いなく滑るでしょう。じゃあ行きましょう、じゃあ。アンケートのね。はい。怒った時の顔を逆に見てみたいなっていう。今までこうね、キス顔とかいろいろこうやってたんで、ちょっと違う、今回思考を変えて、あんま見ない一面を 見せたいなっていう。そう、僕いつも見せてんだけど、その顔その顔いつも見せてるな。じゃあいつも怒ってないですよね、大根。そうですね、怒っていつも見つけたな。ええ、そうやって振り言ってるだけ。じゃあ、オチでいきましょう。考えておきます。じゃあまずじゃあハルトソーシャリーからいきましょう。怒った感じですか？怒った時の顔で。はいはい、3321。はいよ。怒った。かわいい。ずるいずるいずるい。やべえ、ずるい。やべえ、30秒間近いっすよ。プンプン言ってる人いた。3秒前。3、2、1。はい、ミッキーよ。はい、おこだぞ。いや、怒ってない。やばい、やばい、やばい、やばい。全然怒ってないよ。全然怒ってないよ。目はガチで怒るんだ。目はガチ怒りのパターン。あ、ガチ怒りね。酔ってっからな、これ。はい、はい、じゃあ次行きましょう。じゃあメイン官房さん行きましょう。3、3、2、2、1、1。はいよ。おもろな、ブンブン。ふざけんなってめ。面白いし、ちょっと憎しみこもってたよ。こもってたよね。代表に向かってたよね。一言だったんですかね。そうだね。じゃあ代表に向かってた。結構ペロペロだね。じゃあ行きましょう。じゃあ続いて、じゃあ代表行きましょう。はい、代表の怒った顔まで3、3、2、1。はいよ。ぶち壊してやる。
ガイガーイガイガーイガ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 イやったわ体調かわいいなめっちゃ飲んでるめっちゃ飲んでるな体調かわいいなあのメガネも振ってもらって嬉しいなメガネあのメガネメガネ飛んでったなメガネなんていけるなアストリアメガネ飛んでったなメガネ飛んでったなはいじゃあ行きましょう拾ってくれてんじゃんメガネすいませんあすいませんさんやっぱメガネ飛びすぎやろってじゃあやっぱここはねわむずなどうしよう全然めったに怒んないお大光の大体いつも怒ってるめっちゃ怒んないんだね大光メガネ怒んないじゃあ怒った姿まで3 3 2 1 1はい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 怖い怖いアップすげえっすよあ見えないっすね顔起きてだけでいけるわ顔だけであんまり言葉はいらなかったですね拍手が降りたらはいじゃあこのじゃあこれでアンケート取っていきましょうじゃあ、はい、拍手が多いんでじゃあこの中で一番皆様ありがとうございます拍手が多いんで一番怖かった人怖かった人僕なっちゃうじゃんねうん、それ面白くないんだよ、うん、一番面白くなかった人いや、やばい、うん、やばいって絶対俺なかった一番面白くなかった人まだできるっすダイエースの入ってないんでカメラのまだまだダイエース大変おもろかったなじゃあこれ怖くなかった人はいじゃあちょっとアンケート止まって行きましょう行きましょうはいはいアンジュ指名するって来てますやべ来ちゃえ来ちゃえ現金で頼むリアルそう怖くなかった人よ一番怖くないなと思った人、うん、大体分かってるけど本当にしてくださいそのためにここに今いるんだからするよ現金リアルお願いしますもう足ここに指名もらうために来てるからねまずそうよ何のために来た店に来てもらうためにここに出てるわけですよそうっすよ、英語語ベロベロの中え今日は一番メイクのベロベロだけど一番面白くなった人は池顔僕ではないな、誰だ池顔だよ、池顔池顔は違うよ、池顔だよ、これまであ、池顔か見えかった、見え池顔かなんで池顔って行く顔行く顔はねあ、そうだね。いや、わかんないですよ。まだアンケートだから。できる、できる。最後までほら、結果がわからないから。お生き顔。一番見ては代表だから。生き顔ね。一番右ね、僕じゃないよ。画面から見て右側ね。お兄ちゃん。なんでやねん、俺じゃないだろ。一番こんなのは俺じゃねえか、お前。痛い。俺に一発芸者にいないぞ。さあ、そろそろ出るんじゃないですか。アンケートの方が出るかな、これも結果の方が。だいたい3つき、7割5分8分で見つけたおいおい、まだまだわかんないですよしはい、はい、お兄ちゃんですねなんだよこれ、何かした方がいいのこれ本当は怖いんじゃないのそういう人に限って本当は怖いよ、怒ったら怖いよそういう人に限って普段怒んない人が怒ったら怖いって言うからねじゃあ今度は未来とお兄ちゃん一緒にやってもらいましょう、はい、いや未来とはね、いろいろ怒ってもらいましょうはいえこれ絶対やらせるし、やらせじゃないですね、これガチだねそうだね、いややらせできるんだったらやらせしたいよ確かに綺麗悪い言われたくないよ、頑張ってほら見て、もうメイちゃん眠そうってんだよいや、起きてるよで、これさ、さっきもね、すげえ飲んでた感じすげえ見てください いや、マジでこの時間に来てよかった本当にこの時間でよかったあれ、結構ベロベロねえ、危ないね、もうみんなね飲めないんだよね来る前からね、ミートね、結構こう、こわできてねなんかあ、行く顔サクッと行く顔あーはい、はい
お、マジかぁ1枚ぐらいでも1枚ぐらいで見ましょう、これ。あオフショット、あ、オフショットね。オフショットこれはメイクの大丈夫だ、大丈夫だよ、ありがとう。いや、あと30秒しかねえ30秒しかない。そうでしょ、なんだろう、これは。いつやるの、うん、今でしょ。でも、あれね、酔ったらダメだね。ね、酔う、なんかごめん、僕酔ってないから思うんだけど、一番ダメだね。一番酔いましょう、色真っ白です酔ってるね、みんなね、赤くない4人して顔赤くない。いや、俺は赤くないよ一番目の赤いのは代表、ね、大丈夫なの本当に。で、可愛くなるんだね、みんな酔うとほら、男の子はね、可愛くなるんだね。終了終了どうでしょう、終了あ、1分飛ばしなんてあんの、あーやったー、放送事故、放送1分飛ばし、イエーイ、放送1分飛ばしなんてあるんだこれ。みなとの時間が1分ね、増えたら嬉しいよね。いやいやね、これは嬉しいね。あらー死んじゃってる。そう、1分今から1分前、はいはい、あー行きましょう行きましょう、これ酔ってないよ。うん、じゃあ最後ちゃんと一言ちょっと私お兄さんがさわあ、はい、次大丈夫。あ、これかっこいいな、お前かっこいいな、マジでこれかっこいいなと思って。ほんとにイケメンなんだよね、イケメンなの。たくみたくみナイキンですね。なんかナイキンですね、なんかすごいね。はいはい、ナイキンです、これ。うん、はい、終わり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 、めっちゃ見てたわ、めっちゃみんな見てたわ。いやまあでも、あの今回今日幹部放送の編でね、はい、でもこれからね、あのどんどん上に上がっていくと思うので、お願いします、そろそろ隠居させてください。はい、なんで、ではじゃあちょっとあの、あ、さらねー、バイバーイ、またねー、まったまったまった、私ぶつかる感覚に投げかける捨てもなく溜まり込んだことにさえ笑っていたろう、先まで使い込んだ画面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。